つくしちゃんのお風呂企画、初めての湯船に。おお、いいね、そうだ。オレンジですか、つーちゃん。パクンチョー、パクンチョー、ナペパクンチョー。はい、どうも、園芸ファクトリーのみさきとつくしちゃんです。よろしくね。はい、ということで、本日は、つくしちゃんのお風呂企画、初めての湯船に入ってみようをやっていきたいと思います。はい、めっちゃ落ち着きないですけども、つくしちゃんですね、前回、セクシーな感じでねシャンプーしたりとかはしてたんですけれども、湯船に入ったことがなかったので、ちょっと今回初めて湯船に入っていきたいと思います。頑張れる。もうちょっと緊張しすぎたんで、うろうろしてるね、さっきからね。ちょっとシャワーとかも得意じゃないので、ちょっと湯船に入れるかどうかは不安なんですけれども、ちょっとねやっていきたいと思います。頑張りましょう。はい、さあいけるんだ。頑張ってやっていきましょう。はい、ということで、レッツゴー。はい、ということでお風呂に入っていくんですけれども、やっぱり日本の銭湯といっても掛け湯とか大事じゃないですか。なので一回ね、あのシャワーで掛け湯みたいなのをしてから、湯船に入っていきたいと思います。ちょっとシャワー嫌いだよな、お前な。大事かまない。さあね、押すなよってなるの。押してほしいの、それ。ちょっと
そう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 まあね、シャワーが苦手っていうのも大きいよね、多分ね、これね。座って。シャワーが得意な子だったらまた違うのかな。つくしはどちらかというとシャワーがね、苦手な子なので、前回の動画見てもらえればわかると思うんですけど、結構ね、つくしシャワー逃げるんですよ。シャワーの好き嫌いも結構大きく出んのかな。どうなんだろうね、つくちゃん。どうだと思う？私シャワー苦手だからわからんて。いたね、今ね。そうだ、上手。そう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 。足湯ぐらいならいける？全部は無理だけど、足湯ぐらいだったらいけるね。さあ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 、ほら、足湯ならいけますよ。つくし、疲れないけど。ほらほらほら、足湯ならいけるね、あんたね。いいね、上手。いいじゃん、足湯できたね。顔見えてないけど、あんたカメラに全然ね。足湯できたね。ちょっと全身は厳しいね、これね、多分ね。ね、厳しいね、ちょっとね、厳しいかもってね、うん、はい、お風呂上がりまして、タオルでね、こうわしゃわしゃ拭いて完了した状態でございます。はい、何その女王様気分、気分かんじゃった、女王様気分、何そのどうみたいなさ感じになってたけど、あんたお風呂入んなかったね。ちょっともうちょっとドボンってしてくれるかなと思ってたけどさ、思ったより入んなかったよね。足湯したね、ちょっとね。お風呂に入ったということで、まあ皆さん日本の銭湯とかね、行ったりしたら、こう、風呂上がりにこう、なんか一杯飲んだりするじゃないですか。それをね、ちょっと、まあ再現じゃないですけど、つくしちゃんもね、やりたいと思います。ということで、お風呂後の一杯ならぬ、お風呂後の一果実、用意しました。一果実。オレンジと、ちょっとパイナップルをね、用意したので、ね、あんたが寄ってちゃダメなのよ、カメラに。座ってね。この二つをね、用意したので、まあどっちでもいいのでね、好きな方をつくしにあげていきたいと思います。はい、よし。そっち？さてさてさて、座って、さて。オレンジなの。お風呂の下果実オレンジですか、つっちゃん。あ、美味しそうだね、あったね。いい音立てて食べるね。まあ、つくしはね、ぶどうとかさつまいもも好きですけど、オレンジもね、結構好きなのでね。こっちも食べる？あ、よし。ね、好きね、よかったね、甘いもんもらえてね。足湯入ってよかったね。足湯だけどね、銭湯じゃないけどね。よかった、美味しい。はい、ごちそうさんでした。はい、手、はい、ごちそうさまでした。はい、ということで本日はつくしちゃんのお風呂企画第2弾、湯船に入ってみようということでした。皆さん楽しみいただけたでしょうか。お風呂にヘッドボンすることはできなかったですけれども、ちょっと足湯はね、堪能してたんじゃないかなというふうに思いますので、またね、大好評だったらまたやっていけたらなって思いますので、ぜひね、皆さんチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ということで本日の動画はこの辺で終了となります。また見てね、バイバイ、バイバイして、バイバーイ、バイバーイ、ありがとうございました。